というわけで前回の続きでいよいよ大分県のね姫島にね船で渡っていきますよ。2021年の12月の19日、こんな風にね自転車で、上陸してからね自転車で回りましたね。初めて来ましたよ姫島。早速自転車に乗ります。午後ですね。午後上陸して、今猫がいたんだね。そして姫島、こういうね、なんか街並みを見たかったのね。狭い路地とかね。なんか車エビのね、養殖が盛んなんて書いてありましたね。あと姫カレーなんていうカレーがあるらしいんですけどね。なんかこのね、土が印象的でしたね。まあでもすぐね船の時間が来てしまったんで早く船のところに戻っていきましたね。あと写真ね、写真も紹介しましょう。姫島登山道とかもあるんだね。山とかはもう登るんですかね、人がね。なんかね草むらとかあったりしてね、こんな感じですね。時間があればね、魚釣りとかもやってみたかったんですけどね。山があって、建物があって、漁船があって。ね、こんな感じの島に来てみました。ロッジ姫島って書いてありますね。山がありますね。木造のね、建物なんか、これはなんか倉庫みたいな感じですかね。まあ、ちょっと12月なんでね、そんなシーズンではない時に来たので、もっと色鮮やかな季節に来てもよかったのかなと思うんですけどね。せっかく 大分県に来たんだから、こういうところも来なくちゃダメかなと思って来たんですけどね。なんかね、やっぱり島のね、狭い路地のね、住宅街、そんな景色が見たいなと思って来ましたね。まあでも車社会ですからね、そんなやたらめったぞ細い道があるわけではないと思いますけどね。でもこんな感じのね、まあ街並みを見ることができましたね。自転車でね、スッて入っていって、通り抜けていくのが楽しかったですね。まあ九州の四国寄りに浮かぶ島ですね。っていうか山口県の方と対面しているような海ですよね。そしてまた船に乗って九州本土に戻っていきますよ。鳥なんかもね、結構飛んでたかな。そんな感じですね。そんな感じで姫島から船に乗って国東市の方に戻っていきます。国東市、またねバスに乗ってね宇佐の駅まで向かいます。バスに、船に揺られ、バスに揺られ、僕の旅が続いていきます。空はね、また曇ってきましたね。明日はどうなんでしょうかね。とりあえずこの日の夜は大分市のネットカフェに泊まることにしましたね。大分の駅の近くのネットカフェはね、中にエレベーターがあったりなんかしてすごいんですけども、店員がねちょっと過敏でね、ちょっとしたことで文句言ってくるみたいなね、そんな嫌な、思い出がありますね。日本本線宇佐駅からね臨行いたします。駅でちょっと待って、宇佐駅はねなんかこんな感じなんですよね。のどかな山を見ながら夕暮れ時にね僕が乗る
列車を待っての出発ということになりましたね。暗くなってから来ました。これは中津行きで反対方向だね。そして大分の駅に着きましたよ。もうね、クリスマス寸前ですからね、こんな感じでございます。19日でございますよ。こんな感じですよね。この日の夜何食べたかな、ちょっと覚えてないな。そんな感じでこの日が終わってゆく。気がついたら今僕はここにいた。